俺は北村拓也。名前はアイドルっぽくてかっこいいが、見た目はこの通り。デブだ。俺の家は父が他界していていない。どちらの祖父母も高齢で頼れず、幼い頃から俺は母と二人で力を合わせて暮らしていた。病死した父の生命保険はあったが、300万ほどで十分とは言えず、正直言って貧しい生活だった。狭いアパートで母と二人、なんとか生きてる状態だったんだ。貧乏なのにそんなに太れるのって思うだろう。俺がこのぽっちゃりボディをしているには訳がある。母が惣菜屋で勤めているのだ。見て拓也、今日もこんなに余り物をいただいちゃった。うわ、コロッケにハムカツ、おいしそう。いただきます。あとこっち、お隣のパン屋さんがくれたのよ。食パンの耳だ。これ焼いて砂糖つけて食べるとうまいんだよね。こっちは果物屋さんがくれたのよ。ほら、みかん。うわ、デザートまであるの、最高。こんな食生活だったので本当に貧乏なのと周りに疑われるほど、俺ら親子はぽっちゃりしていた。亡くなった父が何を食べても太るタイプだったらしいから、その遺伝子も影響してるんだと思う。中学生の頃まではデブ、ブタとからかわれることはあったけど、俺の家庭環境を知ってる先生が都度たしなめてくれたから、そこまでひどいいびりはなかった。でも高校に入って俺の生活は激変した。周りが、何あのデブ、オタクキンモと軽蔑の目で見てくるようになったのだ。小学生の頃俺を縄跳びで縛ってボンレスボンレス言ってきてた同級生が可愛く思えるほど、高校で向けられる視線は冷たいものだった。母さん、これもういいや、俺ちょっとダイエットしようと思っててさ。何言ってるの、食べられる時に食べとかないとダメよ。でも学校でデブって言われるんだよ。あら、それはまあ事実だし仕方ないでしょ。母さん、そういう話じゃないんだってば。でもいただいたものを残したりしちゃ店長に失礼よ。まあそれもそうなんだけど、店長あなたのことを思ってたっくさん譲ってくれるんだから、ほらちゃんと食べ。今日はエビフライもあるのよ。はあ、自分の意志薄弱さが嫌になる。目の前に美味しそうな食事を並べられると抗いきれない。それに母に悲しそうな顔をしてほしくなくて、俺は結局全部食べた。まあクラスメートは白い目で見てくるけど、声に出して何か言ってくることはないし、露骨な嫌がらせも今のところない。視線さえ気にしなければいいんだ。そうだ、スルーが一番だよな。そう思い、冷ややかな視線は気づかないふりをして生きることにしたのだが、そうも言ってられない事件が起きてしまった。ちょ、やだ、汗じみがついちゃったじゃない。すみません、ごめんなさい。体育の後、長距離走で疲れてフラフラ歩いてると、クラスの女子、リリカとぶつかってしまったのだ。リリカは汚いものを見る目で、俺を一別した後、自分の服に俺の汗がついてるのを見て、悲鳴を上げた。何これ最悪、気持ち悪い、もうこの服着られない、いやー。これを機に、俺はリリカからいびられるようになってしまった。リリカは美人で、男の取り巻きが大勢いるのだが、そいつらからも因縁をつけられるようになってしまったのだ。おいお前、リリカにぶつかったそうじゃねえか。陰キャデブのくせにリリカに触るとか何考えてんの。ほんとマジでキモいんですけど。ごめん、でもわざとじゃ。口答えしてんじゃねえぞ。悪いと思ってんなら誠意見せろ。そうよ、誠意を見せなさい。そうね、とりあえず私ら今日掃除当番なんだけど代わってくれる？でも俺昨日当番で掃除したばっかで、おちゃおちゃ言ってんじゃねえぞこの豚。リリカの言うことが聞けねえのか、あんま調子乗ってっと。はい、わかりました、わかりましたから、拳をバキバキ鳴らさないで。こんな調子で用事を押し付けられたり、すれ違いざまに足をかけられたり、デブだの豚だの言われたり、嫌がらせをされるようになってしまった。周りのクラスメートは関わりたくないのか、お気の毒様みたいな顔で遠くから見てるだけ。そうだよな、余計なこと言って巻き込まれたら嫌だもんな。なんて高校生活なんだ。おや、拓也くんじゃないかい。どうしたんだね、暗い顔して。あ、春江さん、こんにちは。実はため息をつきながら帰宅していると、おばあさんに声をかけられた。この人は近所に住んでる春江さん、和裁の先生をしている人だ。貧乏で穴の開いた服を着ていた俺を不憫に思い、
繕い方を教えてあげるよ、うちへおいでと声をかけてくれたのがもう10年前の話。服の直し方を教わって以降も時々会って話をしている。とても優しくてまっすぐで、それでいてスマホも軽々使いこなすスーパーおばあちゃんだ。実は高校で公園のベンチに座り、春江さんに学校でのことを話した。そのリリカってこと、取り巻きの男子が嫌がらせしてくるんだね。それは困ったね。毎日が憂鬱で心が折れそうなんです。でも母が懸命に稼いで行かせてくれてる高校なので、辞めたり転校はしたくなくて。じゃあそんな拓也くんにいい言葉を教えてあげるよ。いい言葉？弱い犬ほどよく吠える。そいつらは一人じゃ何にもできない弱虫だから、大勢で集まってあんたを威嚇しているんだよ。はあ。拓也くんを標的にすることでそいつらは結束力を高めてるんだろうね。なんて言うんだっけ、あのスカート強盗？ああ、スカートは強盗しない方がいいと思いますよ。スケープ強盗？そうそう、それそれ。あんたはただそいつらがつながりを保つための餌食にされてるんだよ。でも誰かを虐げて得られる結束なんて所詮まやかしだ。絶対にそいつらの財産にはなりゃしない。そんな弱くてかわいそうな奴らのことで悩むなんて時間の無駄だよ。何か言われたらまた吠えてるなと思えばいいだけなのさ。なるほど、そうですよね。真剣に受け止めるからダメなんだ。そうそう、また何か言われたらつるむしか脳のない子犬が吠えてるとでも思えばいいのさ。まあ本当に困ったらまた私に相談しておくれ。教え子に頼んで何とかしてあげるよ。教え子？柔道教室の弟子がね、教育委員会っていうところのお偉いさんをやってるんだよ。まあそれは最後の手段だけどね。ほれ、奥の手があると思えば気持ちも大きく持てるだろう。春江さん、すごい人脈があるんですね。ありがとうございます。春江さんのおかげで俺頑張れそうです。その後も学校でリリカたちに、デブパン買ってこいよ、私の代わりに掃除やっとけと虐げられることは続いた。でも俺には奥の手があると思うと以前より悲観的にならずに済んだ。むしろこれって漫画でよくある展開じゃないかなんて考える余裕ができ少し楽しめるようになったのだ。おっさい、パン買いに行くのに何時間かかってんだよデブ。あー、これ漫画でよくあるセリフだよな。何ニヤニヤ笑ってんだよ、調子乗ってんじゃねえぞこのデブ。このセリフ前も言ってたよな。語彙力ないんだな、残念な悪役め。こんな調子で心でつぶやくとスカッとできたのだ。こうして俺はなんとか前向きに学生生活を送れるようになった。でも何を言ってもへこたれない俺にムカついたのだろう。なんだその目は。お前最近マジでムカつくな。ほんとだよね、なんか生意気。そうだデブ、これやるよ。ほらパンだ、嬉しいでしょ、食べなさい。なんとリリカはポーイと床にパンを投げたのだ。以前の俺ならこんなもの食えるかよと悔しくて奥歯を噛みしめただろう。泣いて逃げていたかもしれない。でももう俺はメソメソしてるだけの陰キャじゃないんだ。ほら食べなよ、リリカがくれたんだぞ、さっさとく。えっ、そマジで？キモ。俺は床に落ちたパンに覆いかぶさり食べた。まあ床に接した部分を口に入れるとお腹を壊すと思ったので適当に上の部分だけ食べて、あとは服の中に隠したんだけどな。さあ食べたぞ、次はなんだ、俺に何をさせるつもりだ。掃除か宿題か腹踊りでもやらせてみるか。さあ言えよ、なんだってやってやる。お前らがそんな態度なら俺はお前らが飽きるまでとことん付き合ってやるぜ。もしとんでもないことをさせられたらそれを証拠に春江さんのつてで教育委員会に直訴すればいい、そう思い言ったのだが、なぜかリリカたちはドン引きの表情で後ずさり、そのまま教室から消えていった。この事件を機にリリカたちはこいつヤバいと思うようになったらしく、俺へのいびりは嘘みたいにやんだ。時々すれ違う時に悪口は言われるものの露骨ないびりはなくなったのだ。よかった、勇気を出して本当によかった。あまりの嬉しさに俺は会ったことを文章にし SNS に載せた。同級生のくだらないいびりを止めさせた経緯をより多くの人に知ってもらいたいと思ったからだ。タイトルはそうだな、いじられデブの逆襲、これだ。
勢いで書いたそれはじわじわとリツイートされ、いろんな人に見られることとなった。中には面白かった、やり返し方に狂気を感じた、これのおかげで学校で前向きに生きられるようになった、これ読んだら2キロ太ったんだけど責任取ってくれる、など感想をくれる人もいた。あんた最近ニヤニヤしてるけど何かいいことあったの？あ実は学校で意地悪されてたんだけどさ。え、大丈夫なの？でも最近はいろんな人から褒められてる。母さん、人生って何が起きるかわかんないな。え、よくわからないけど、その顔は心配しなくていいのね。満面の笑みの俺に母は戸惑っていたが、俺は妙に清々しい気分だったので、ああもちろん心配ないさと元気よく答えた。そうそう、もう一人心配してくれた人にちゃんと報告しておかないとな。春江さん、春江さんのアドバイスのおかげで俺なんとか窮地を脱することができました。おやおや、そうかい、そりゃよかったね。はい、奥の手があると思うと気を強く持てました。本当にありがとうございました。そうかいそうかい。ああ、そうだ、拓也くんが好きそうな小説を SNS で見つけたんだけどね。ほらこれ。それ俺が書いてるやつなんです。なんかリアルで読者さんと会うと恥ずかしいな。こうして俺は残りの2年間を無事に過ごし高校を卒業した。大学へは行かず近所の会社に就職したのだが、働き始めて1年が経過した頃、思わぬところから臨時収入が入るようになり、我が家は瞬く間に裕福になった。思わぬところとは出版社。俺が高校の頃から書き続けていたいじられデブの逆襲を改め、いじられデブの一生が編集者の目に留まり、なんと出版されることになったのだ。あんたが作家だなんてね、天国のお父さんも喜んでるよ。何せあの人もあんたに似てぽっちゃりさんだったからね。母さん、今の文脈なんか変だよ。まあ喜んでくれてるならよかったけど、ボロボロアパートからそれなりにいい感じのマンションに引っ越すこともでき、俺らの人生はやっと順風満帆と言えるようになってきたのだ。でも世の中そうずっとうまくはいかないもので。あ、たくやじゃん、久しぶり。呼ばれていった同窓会でリリカと再会してしまったのだ。そばには相変わらず男二人を従えている。たった数年しか経ってないのに、片方はデブになり、もう片方はハゲになり、ああ、カレーとは残酷なものだ。そんな俺の呆然とした表情も気にせず、リリコは猫撫で声で迫ってきた。聞いたよ、お金持ちになったんだって？小説が売れたそうじゃん。ああ、まあそうだけど。私、思ったんだよね。学生の頃あんたとぶつかったのは、運命だったって。は？運命？あんた私の服に汗染み作ったでしょ。あれって偶然じゃなく必然のぶつかりだったと思うの。必然のぶつかりってぶつかり稽古みたいに言うなよ。とにかく私とあんたは惹かれ合う運命だったってこと。それでね、ほらあんたちょっと痩せてかっこよくなったし、付き合ってあげてもいいよ。なんなら結婚してあげてもいいよ。なるほど、俺の金目当てってことか。あまりにアホらしかったが、取り巻き二人が俺を囲んでるせいで逃げられない。不用意なことを言うと怒られそうな雰囲気だし仕方ない。少し話すか。リリカさん、君は俺を陰キャオタクと言って罵ってたよね。そんな相手に迫るなんて正気かい？そんな昔のこと忘れちゃった。っていうか学生の時もきっと拓也くんのこと好きだったから嫌なこと言って気を引こうとしてただけだと思うよ。ほら好きな子には意地悪したくなるって言うじゃん。でも気を悪くしたなら謝るよ。ほんとごめんね、許してぴょん。はあ、呆れた。さっき君は俺のことを痩せてかっこよくなったと言ってたが、俺は前より太ったんだぞ。運命の相手の体重の増減もわからないなんて、君の目は節穴かい？何よ、ちょっと勘違いしただけでしょ。それよりこの後二人でどっか行かない？ほらラブのつくところとか。見下してた相手に必死にこびるなんて、君にはプライドってものがないのか。学生の頃ふんぞり返って俺を見下してた君の方がよっぽど芯があって魅力的だったよ。あの時の君は漫画に出てくる嫌味な悪役そのものだったが、今はただのその辺に落ちてる石ころ以下、生ゴミに見える。生ゴミは生ゴミらしく回収日に収集された方がいいよ。じゃあ俺この後出版社で打ち合わせがあるから。一気に俺はダッシュした。取り巻き二人はタックルで吹っ飛ばす。デブをなめんなよ。持久力はないが瞬発力と衝撃の重さはピカイチだぞ。リリコは吹っ飛んだ二人に潰される形となり、
床に這いつくばって叫んでいた。何よ陰キャのくせに、調子乗るな、金よこしなさいよ。君が床に落ちたパンを毎食きれいに食べると言うなら100円くらいくれてやってもいいが、どうせできないだろ。じゃあな、二度と俺の前に現れないでくれ。もしまた金をせびってきたら恐喝で警察に通報するからな。その後怒ったリリカは俺の過去を SNS で暴露したようだ。どうやら俺の悪評を立て小説家人生をめちゃくちゃにしてやろうと考えたらしい。だが偉そうに小説家してるけど、あいつは昔パシらされて半泣きになってた陰キャだったのよ。落ちたパンも食べる鬼毛だったんだから、など自身がやってきたいびり行為も交えて書いてしまったせいで、いやそれやる方が悪いじゃんとバッシングはリリカの方に向かったようだ。最終的にリリカは高校時代の悪行をクラスメイトにバラされ、それが SNS により拡散、勤め先にもバレて社の信用を損なうと左遷されたらしい。もともと受付嬢だったが倉庫番にされたそうで、プライドがずったずたに傷つき半年後には自主退職したそうだ。全部同級生たちが教えてくれたよ。親の借金も返さなきゃいけないし、私も投資でミスって貯金ゼロなの。お願い、少しでいいからお金貸して。デブとか言ったことは謝るからさ、ごめん。 SNS にそんな DM が来たがブロックして終わりにした。リリカはその後夜の街で働いているそうだ。ちなみに取り巻き2人も博打や借金が理由で家族から見放され、日雇い労働者の街で暮らしているらしい。もう関わりたくないので、二度と俺の前に現れませんようにと祈るばかりだ。俺は母と共に平穏に暮らしている。春江さんとも時々小説のアドバイスをもらったりして友好な関係は続いている。これからも平和で穏やかな生活が続くといいな。そのために仕事も執筆も頑張るぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。